橋本チャンネル、橋本ちゃんです。2021年、もうすぐ終わりということで、ちょっとね、今日は、2021年を振り返ってみたいなと思います。イエーイ。ということで、今日はずっと食べてみたかったこのピッツァスライスのピザをいただきながら、でかっ、ウェッあとね、なぜか私今オレンジジュースとコカ・コーラがめっちゃ飲みたいの。なんでだろう、なんかビタミン C を欲してるのかな。コカ・コーラはね、なんかすごい、もうシュワーってしたい感じはい、じゃあこれいただきながら話していきたいと思います。ちょっと待って、トークテーマが6つあるんですけど。トークテーマ、はい、はい、じゃあサイコロの手ためで、あ、おいしいはい、サイコロいくよ。でん、6番、今年一番笑ったエピソード、略して断ら笑ったっていうか、なんかおかしかった今年、まあ、2年ぶりに全国ツアーやって、で今回3カ所だったから、いつもは長旅でこう移動がねすごい多くて、で泊まりも多くて、だけど今年は泊まりがね1日だけだったんですよ。名古屋、そう、名古屋公演終わって泊まって大阪だったんだけど、まだね緊急事態宣言中だったから、みんなでこうワイワイ大勢で打ち上げっていうのはできない状況だったんですよ。なので、ライブが終わってホテルに戻って、みんなもう解散みたいな感じで、私は部屋に戻って、なんかいろいろ自分一人で反省会したりとか、次の日の準備したりとかしてたんだけど、インスタを見たら、うちのバンドメンバーがみんなロビーに集まってるんですよ、ホテルの。だけどみんないい感じにこうディスタンスなんかちょっと離れた椅子に一人座って、もう一人座って、もう一人ここみたいな、だからディスタンスを守りながらもロビーでなんか打ち上げやってるのを、それぞれのインスタからインスタライブするっていう、なんかすっごい不思議なことをしてて、で私はそれを、同じホテルにいるんだよ、だけど部屋の中からこうやって見てるっていうね、これはなんかちょっと、いや、コロナ禍ならではの、過ごし方だったなって、ちょっと一人でおかしくて、笑っちゃいましたね。はい、そんなところかな。コーラはお好きなんですか？いや、多分5年ぶり飲んだ。もっとかも。次行く。2番。今年会えて嬉しかった人。今年は、YouTube でもいろんな人にね会えたんですけど、私はやっぱみんな嬉しかったんだけどね、一人って選ぶのはすごい難しいんだけど、やっぱりずっとバク転やってみたかったんですよ。それを今年叶えられたっていうのがもう一番嬉しかったかな。なので田中理恵ちゃんともう以前から交流があって、でご飯行った時に私が思い切って、ね、今度バク転教えてって LINE してじゃあ腹筋だけ頑張っといてねって言ってくれてたので、もう何年越しなんだろうね、本当に 3年、いや本当に本当に嬉しかったんだけど、ちょっとやっぱり悔しい。だって一応形としてはバク転はできてたと思うんだけど、でも補助ありだったし、で下もあのふわふわのマットで、あとプラスなんかこの踏み台もついてたから、やっぱり自力でやりたいよね。向上心がすごいです。いやでもそこがやっぱ最終目標で、いつかサスケに出るっていうのが目標。サスケ
この夢はマネージャーさんは知ってません。サスケ好きだっていうのは知ってましたけど。めっちゃ好きなんですよ。出たいって初めて聞きました。本人が出たいんだったらね。来年の年末のサスケには。そうですね。ちょっとシックスパック作っとくわ。3番 YouTube やってみて一番楽しかった企画。おお、すごいいっぱい出てきた。皆さん一番最初これから自己紹介ね、もう懐かしいね。自己紹介も 9.6 枚いってるの。へえ、いちご狩りも行った。ゴーツンマイバーグ、まあ黒ギャルはすごい楽しかった。私はサムネのインパクトがすごかったですね。そう、でも意外とあんま見られてないんだよね。もっと見てほしい。そういう難しさあるよ ね。まだみんなやってるもんね。みんなやってないこと挑戦しようよ。うん、ね。もうまた大丈夫？え？バンジージャンプとかいろいろ出てくる。やばーちー。スカイダイビングとか言われる。いや死ぬかもしれないよ本当。富士山登るとか言われるかもしれない。あ、富士山登りか。なめんなよお前、登山を。登山やったことないです。え、釣りは嫌だけど登山は OK なの？登山は平気。いや登山の方が絶対しんどいよ。いやみんながしんどいよ多分。一番しんどいのはカメラマンさんですよ。ちょっと待って、一番楽しかった企画を言わなきゃいけないんだよ。そうだな、私まなまるさんとのあの即興ディズニーソング、あれ結構楽しかった。なんか本当にノープランっていうの、打ち合わせもないし、でディズニーの曲をこれが歌います、何が来るか分かりませんだけ言われて歌うっていうのはすごい、めっちゃプレッシャーだし緊張したんですけど、なんかまなまるさんのそのピアノでの対応力にすごい助けられて、すっごい楽しくできたっていうのがやっぱり一番思い出に残ってるかな。いや、まなまるさんまた呼びたいですね。なんかまなまるさんと一緒にガンプラ作ってもよくない？歌わないんですか？ピアノも作る。でもなんか生中継、生配信、あ何時間か生配信やりましょう。ガンプラ作りながら。生配信やってないね。やってないですね。そうだね、それガンプラやりながら。いいですね。はい、じゃあまなまるさんとのディズニーソングね、一番楽しかった企画。てりん、5番。すごい被らないよちゃんと。被らない、すごいね。今年新しく始めたこと。いっぱいありそうですよね。え、マジで？始めたことだからなんとなく続いてるっていう意味でかな。ガンプラでしょ。うん、続いてるやつないな。そうなんだ。釣りは？釣りも行かないもん。ギター始めたじゃん今年。もう全然触ってない。もう音狂ってるよ今頃。チューニング。チューニング。買ったんですか？お父さんがなんか小さめのギターを買ってくれたんですよ。私が前一時期ギターハマってた時あったんですけど、その大きいから指が小さいと F のコードが弾けないんですよ。でそれが原因で私前に進めなかったから。だからちっちゃいの買ってくれたの。で、あのオードリー・ヘップバーンが歌ってるあのティファニーで朝食をのあのなんだっけ、ムーンリバー、あれを歌ってほしいんだって言って、お父さんがこうやってギターをね弾いてる映像、指はこうこうっていうのを全部撮ってくれたの。やってみる。 YouTube でやりましょう。やろっか。マジそれ目標にしよっか。お父さんまだ見てないってことですよね。え、そう、聞いたことないです。じゃあ頑張ろう。誰かちょっと習うしかないですよね。
翔くん。翔くんまた呼んで。困った時の翔くん。ポテト好きです。いいところに行った。1番。今年特に思い入れのあるライブ。ライブ結構数えられるよ今年。千葉ジェッツの試合で。今年私勝利の女神だったんです。それは言わなきゃいけない。野球とバスケ。バスケはハーフタイムショーで、野球は国歌独唱歌をしたら、そのチームとも勝ったんですよ。ホーム試合ね。そう、ホーム試合で。よっと、今までね、負けてたもん。私は。ありがとうございました。まあ、私は関係ないと思うんですけど、でも私はそう思っていたいなと。ワールドミュージカルコンサート。はぁ、それすごい楽しかった。あのシアターオーブって渋谷の光栄の上にあるすごく大きな劇場があって、私はいつもコンサートを見に行くってよりかはあのミュージカルを見に行ってたんですよ。でもうほぼ私そこでしかミュージカル見てなくて、あの前に見に行ったボディーガードも海外版の方もそこで見てて、やっぱりここでいつかなんか自分も立ってみたいなっていう夢をずっと持ってたので、で今年そのワールドミュージカルコンサートっていう、まあいろんなミュージカルの名曲を、まあ、私だけが歌手だったのかな、他はミュージカルスターだったり元宝塚の方だったり、その皆さんと一緒に歌うっていうイベントだったんですね。でそこで初めてシアターオーブに立てることができて、いやめっちゃ嬉しかった。でここだけの話、その時はまだボディーガード出ることが決まってなかったんだけど、あのボディーガードのそのミュージカルのプロダクションの人が今日見に来ますって言われたのでしょ。でその日は私 I will always love you を歌う予定だったので、うわこれオーディションじゃんっていう気持ちで実は当日歌ってました。でまあそれがきっかけっていうのはあるかもしれないんですけど、それでレイチェル役が決まったっていう、そこから実はつながっていたっていうことなんですよね。緊張した。地元バースデーライブ6月バースデーの当日にみんなとライブで一緒になれるってすごいありがたいことですよね。目覚ましクラシックスに飽きた。あ、これね。これも忘れられない。あの高嶋ちさ子さんが率いるそのカルテットだったっけな、ストリングスとともに、まあ、私が歌を歌うっていう、で真後ろにちさ子さんがいるんですよ。でこうやって弾くの。だけどリハーサルの時にもうちさ子さん何も言わないよね。で顔もあんまり見ないの。だからあれ私やばいのかな、下手くそなのかなって、なんか急に、これ私の性格なんだけど、すごいネガティブになってしまって急に歌えなくなっちゃって、でどうしよう、これこのまま本番やったら私本当に死ぬかもしれないっていう出来事があって、あのでもちさ子さんは本当にいい人っていうのは知ってたんですよ。だけどテレビで見るちさ子さんのイメージがやっぱりどうしても強かったから、もう怖い人どうしようみたいななっちゃったので、あの本番前にちさ子さん の楽屋にお邪魔しに行って隣に座ってでいろんなお話しして、なんかちさ子さんもメイクしながら、なんか本当にどうなんか世間話、あのいろんな話をして、でやっとなんかあの大丈夫になったっていうか、私も本当に勝手なんですよ、全部自分の中でいろいろこう想像しちゃって、でめちゃくちゃいい人で、あの本番は
ちゃんとうまくできました、そしてそんなちさ子さんとはまた、来年も、目覚ましクラシックスで共演することが決まっているので、今度はもうそんな怖い気持ちなんてなく、すんなりと入って自分らしく歌えるんじゃないかなと思ってます。はい、4番、今年やっちゃった話のカミングアウト。結構ね、私ミュージカルの時はダンスのその稽古で結構無理するんですよ。でも無理しているっていう自覚がなくて、でこの間家に帰って靴脱いで靴下脱ごうと思ったら靴下が血まみれだったの。ここの小指この辺が全部血だったのね。で、え？待って、痛くないのになんで血出てんのみたいな、そういう感じだったんですよ。で靴下脱いだらまあすごい切れてたの。いや、それ見た瞬間にすごい痛くなったのねうわーめっちゃ痛ぇみたいな、なんかそういうところが結構あって、前回もアニータやってた時もあの足のここの部分、なんか名前があるんだけど忘れちゃったんだけど、ここの皮が見事に丸くペロって全部剥がれてたの。もう肉が見えてたのなのでまあ橋本ちゃんほんと無理するよね。無理する。だけどでもなんか痛がってたら前に進めないじゃん。かっこいい。かっこいいでしょ。私根性あるの。まあそんな話ですよ。今年やっちゃったっていうか、まあこんなこともあるよっていう話でした。はい、以上ですかね。もうこれ結局サイコロ全部いったんじゃないの。はい、2021年、ざっくりとね。振り返ってみました。 YouTube でも本当にたくさんのね思い出もありました、今年1年本当に皆さんのおかげでとても充実した1年過ごせたんじゃないかなと思っています。2022年もっともっと濃い1年にできるように、楽しんでいきたいなと思いますので、来年もどうぞよろしくお願いします。今年1年本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。みんなフォローしてね。橋本ちゃんでした。バイバーイ。